ケファー・マルクトの祭壇画、キーハー・マルクトの祭壇画の祭壇画、ドイツ語、ケフェル・マークター・フリュージョロルターは、オーストリアのオーバー・エースター・ライフ州、キーハー・マルクトの教区教会にある、後期ゴシック様式の祭壇画である。祭壇画は、キシクリストフ・フォン・ツェルキングが制作を依頼し、1497年に完成したと推測されている。豪華に装飾された木製の祭壇画には、中央部に、 ペトロ、ボルフガング及びクリストフォロスの各聖人が描かれている。側板にはマリアの生涯に台を取った情景が描かれ、祭壇画には複雑な上部構造とゲオルギオス及びフロリアヌスの両聖人を示す側面の絵も備えられている。制作者の身元は不明だが、少なくとも2名の熟練した彫刻家が祭壇画の主要な彫像を作成したものと考えられている。 何世紀にもわたって、祭壇画は変更され、元の絵の具とギルディングが失われた。大規模な改修は19世紀に、サッカー・アダルベルト・シティフターの主導のもとに行われた。祭壇画は、ドイツ語圏の中世後期の彫刻における最大の成果の一つと評されている。ケファー・マルクト郊外にあるシュロス・バインベルクは、祭壇画を依頼した、クリストフ・フォン・ツェルキングの居住地だった。 近くのシュロス・バインベルクの領主であり、神聖ローマ皇帝フリードリヒ三世の顧問だった、クリストフ・フォン・チェルキングが1470年から1476年の間にキーハー・マルクとの新しい教会の混流を依頼した。1490年に書かれた最後の遺言によって、当人の死後も聖ボルフ・ガングに捧げられた祭壇画には分割払いで制作費が支払われた。 遺言が書かれた時点で、祭壇画はすでに依頼されており、制作はすでに開始されていたようである。翌年、クリストフ・フォン・チェルキングが亡くなり、この教会のクワイアに埋葬された。祭壇画にはその起源を示す名文や、その他の手がかりはないが、いくつかの状況から、クリストフ・フォン・チェルキングによって依頼された祭壇画のままであることが示されている。 1497年の領収書には祭壇画の最終的な支払いが記録されており、同年に祭壇画が教会に設置された可能性が示されている。教会の十字架にも1497年の日付が記されており、それまでに教会が完成し、家具、備品などの内装が設けられていたことを示している。祭壇画が設置されているキーファーマルクとの教会。 この祭壇画は、キーファーマルクとの祭壇画の親方と呼ばれることの多い、指名不詳の主たる彫刻家によって作られた。彼は主たる彫刻家と共に中央部の二人の人物、翼部のレリーフ、および小さな彫像のほとんどを制作した工房の責任者だったと目されている。構造要素と上部構造は家具職人の工房で作られた可能性がある。主たる、 彫刻家の身元と工房の場所は長い間議論されてきた。その類稀な品質から祭壇画はティルマン・リーメン・シュナイダー、ファイト・シュトス、ミハイル・パッハー及びアルブレヒト・デューラーらによって作られたという説得力のある主張がなされている。ほとんどの学者は祭壇画を制作した工房がパッサウで活動していたと結論付けているが、 パッサウさんの類似の作品は少数しか残されていない。ため、確定的な結論は出ていない。同様に、マーティン・クリーヒバウムが、キーファー・マルクトの祭壇画の親方だとの主張もある。古文書の記録では彼は、画家とされているが、これは必ずも木調に熟練していないことを意味するわけではなく、オーバー・エスター・ライヒ州及び、ニーダー・エスター・ライヒ州で仕事を受け負っていたことが、知られている。 宗教改革以降、1558年に、セルキング家はプロテスタントに改修し、その後はカトリックの教会は無視されていた。1629年、教会は完全に閉鎖され、対抗宗教改革の最中に教会がイエズス会に引き継がれた後で1667年にのみ、再び開かれた。1670年に修復されたが、 この時点で当時普及していたバロック様式に合うように祭壇画が変更されたようである。翼部はもともとは閉じることができたが、現在では中央部分に固定されている。上部構造は拡張され、側祭壇から取られた他のゴシック彫刻で豪華にされた。祭壇画の隣の壁の飾り戸棚に立っていない二つの大きな彫像が翼部の上に置かれた。 祭壇側もともとは部分的にキルギングがされ塗装されていたが今日では多色彩色の断片だけが残っている。18世紀後半、当時の好みと理想に合うように祭壇画全体が水漆喰で覆われた。同じような水漆喰仕上げのゴシックの祭壇側、ニーダーロートバイル及びモースブルクでも知られている。19世紀の前半、祭壇側、シバンムシの被害を受けていた。 1852年に、牧師は、オーバーエスターライヒ州の知事エドアルド・フォンバッハに、近づき、祭壇画復元の助力を求めた。この問いは、地方政府の注意を引き、祭壇画は、国の記念物とみなされ、その修復を名誉の問題と捉えることとなった。作業は、美術修復家でもあったサッカーアーダルベルト・シティフターが、主導した。 修復作業は1852年から1855年にかけて実施された。スティフターとは別に、修復者チームには彫刻家のヨハンリントとヨーゼフリント及び数人の雇われた採掘師がいた。修復は十分に文書化されており、祭壇画を彼らの最高の能力で保存及び修復したことが示されている。しかしながら、特に残っていた。 中世の多色彩がが完全にに取り除かかれれたたことから、広範囲にわたるる。批判されているおそらく、スティフターはバロック時代の水漆喰の下の絵の具の破片もバロック時代に塗られたものと推測したものと考えられる。回収中、上部構造はム虫にひどく食い荒らされていたため、大部分を交換する必要があった。アーダルベルト・スティフターは、自身の小説、 番下で祭壇画の詳細な説明をしている。1929年、祭壇画を傷つけているシバンムシを除去するための新しい試みがなされた。キーファーマルクトの祭壇画は、ドイツ語圏の中世後期の彫刻における最大の成果の一つと呼ばれている。祭壇画は床から上部構造の上までの高さが13.8メートルで6.7メートルの幅がある。 西洋品の木で作られており、土台のプレデッラ、浅い飾り棚を形成する長方形の中央部分、二つの、翼部及び複雑な上部構造の四つの異なる部分で構成されている。構造自体は統合されていないが、祭壇画の集合体の一部には、今日では、祭壇画の両側の飾りと棚に配置されている、セゲオルギオス及び聖フロリアヌスを描いた2つの、 彫像も含まれている。祭壇画の中央部分中央部分は三つの浅い壁画に分かれており、それぞれにペトロ、ボルフガング及びクリストフォロス各聖人の等身大よりも少し大きな彫像が収められている。これらは豪華に彫刻された持ち送りで支えられ、天外が冠されている。教会の守護聖人たる聖ボルフガングは中央の壁画を占めており、他のに聖人よりも わずかに大きい。ペトロが聖ボルフガングの右側に聖クリストホロスが左側に立っている。聖クリストホロスはクリストフ・フォン・ゼルキングの個人的な守護聖人であり、ゆえに祭壇画の中で目立つ場所に据えられている。聖クリストホロスの彫像は一人の芸術家によって作られたようだが、聖ペトロとボルフガングの彫像は側板同様に他の手によるものである。 特に聖クリストフォロスの彫像はその痩せ細り、意味慎重ながら繊細な顔で称賛されているが、他の彫刻は表現が硬く、衣服の飾り布のはやや劣る技術と成功さで作られていると解説されている。珍しいことに、聖クリストフォロスは中世の伝統であった強力な大男としてではなく、若い男として描写されている。彼の頭部は、 後期ゴシック彫刻の最高の作品のみに見られる感性を裏切っている。聖ボルフガングの彫刻は3つの中で最大であり、220センチメートルの高さがある。聖人はコープをまとい、司教税を持った司教の製造で描かれている。足元には聖人の特質の一つである斧が屋根に取り付けられた模型の教会が置かれている。彼の顔の特徴は、 かなりのエネルギーと意欲のある人物であることを示して、イルト美術史研究者のライナー・カースニッツは述べている。高さ196センチメートルの聖ペトロは聖ボルフガングよりもさらに豪華な服を着ている。装飾されたブロケードのコープが聖人をほぼ完全に包み込んでいる。手袋をはめた手には聖人の属性である天国の鍵と本を持っている。服のひだの間には 教皇杖が左肩に寄りかかっている。最後に、聖クリストホロスはキリストを肩に乗せた若い男として描かれている。像の大きさは190センチメートルである。無冠で裸足である。川を渡ってキリストを運ぶ際に、凸凹の枝で自分を支えており、風が衣服をはためかせている。中央部分の横には、聖ステファノと聖ラウレンティウスを描写した2体の、 小さな彫像が内向きに配置されている。どちらも高さ95センチメートルでかなり伝統的な彩服を着た聖人として描写されている。聖ボルフガングを除けば祭壇画の主要な聖人はマリアである。マリア像は上部構造中ほどの中央パネルの上に目立つように配置されている。さらに二つの翼にそれぞれ、 マリアの生涯の情景が描かれた一体の木製のレリーフが置かれている。翌部はもともとは閉じることができたが、現在は固定されている。もともと外側には聖ボルフガングの生涯の場面が描かれていた可能性がある。成人の右側の翼には上部に受胎告知が下部のパネルに東方の三博士が示されている。もう一方の翼には上部に キリストの誕生が示され、下部のパネルではマリアの主が示されている。マリアの姿はすべてのパネルで同じように描写されている。受体告知の場面では、マリアは旧約聖書の預言者を意図した人物の中東がついた凝った彫刻の柱で支えられた半開きの建物の中にある祈祷用のスツールにひざまずいた姿で描写されている。 大天使ガブリエルが建物に入ってきており、挨拶の一部であるアベニューマリアが見える体場の吹き出しを保持している。左上隅には、雲の中に二人の天使と並んだ父なる神が描かれているのが見える。もともとはパネルには、精霊の象徴であるハも含まれていたが、失われている。反対側の聖人の左側の翼の上部には、キリストの後端が描写されている。マリアは、 自身のドレスの折り重ねた上で、自身の前に置かれた、キリストの前で、献身的にひざまずいて描かれている。反対側ではヨセフも巫女の前にひざまずいている。マリアの髪型、彼らの後方の建物の屋上に、マンドリンとリュートを演奏する二人の天使がいる。背景には、羊飼いへのお告げが見られる。時系列でこの場面に続くのは、受胎告知の場面の下のパネルとなる。 ここに、東方の三博士が描かれている。賢者の一人が、キリストの前にひざまずいている間、マリアはキリストを見つめており、ミコは、賢者が持参した箱の中の黄金で遊んでいる。この賢者と、その後ろの二人目の賢者は敬意を表すために、脱帽している。最後のパネルでは、マリアの死が描写されている。静かに死の床に横たわっているが、 小さな天使がカーテンをめぐり上げて見るものがマリアをよく見られるようにしている。12人の使徒が全員登場しており、それぞれが個々の特徴を持って描かれている。聖ペトロの頭上、雲の中にキリストが現れ、小さな姿で母親の魂を受け取る。成功に彫られた丈夫構造にはマリア、アレクサンドリアのカタリナ、バルバラの各聖女が描かれており、 上部には預言者の胸像に挟まれた聖アグネスの胸像が位置し、その上には聖ヘレナの胸像が冠されている。丁寧に作られた胸像は個別にデザインされ、衣服や属性に大きな違いがある。上部構造自体は中央パネルの各聖人の上にそびえ立つ3本の主要な小銭刀を含む11本の小銭刀で構成されている。 何度か変更されており、他の祭壇画の要素が取り入れられている。もともとは、純粋に建築的な構成であり、植物的な要素は含まれていなかった。また、人物像がもともと上部構造の一部だったのか、それとも別の方法で配置されたのかについても疑問が残されている。ありがとうございます。